な、もうすごいその、この人めちゃくちゃ波長が合うみたいな感じで、気が合うみたいな、受け入れてくれる、こんな人初めてみたいな感じで、もうガーグイ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 こっちが行ったら、向こうにすごい距離置かれて、辛いみたいな。もうあるあるやな。もうこれもうよう、もうこれ見ててくれてる子もよう、よう、こういう質問な。言うてくんねんけど、もう決まった。私も同じこと言うよ。いや、私わかるよ。そんな、この人はもうすごい波長が合うって思うってことは、波長合わへんってのを日頃から思ってるってことやろ。だからもう自分の中に孤独感とかな、疎外感とかな、もう周りにうまくなじめへんな、みたいな気持ちがあるわけやん。あるから、この人って思ってまうわけやんか。思ってまうわけやねんけど、一回立ち止まらなあかんねん、ほんまはな。な。それな、向こうが合わせてくれてるだけやねん、大体の。僕、厳しいこと言うよ。もうこれ言うたあかんことかもしらんけど、厳しいこと言うよ。ね、それでももう、アタッチメントなんよ、全部。アタッチメント、マイクスタンド、わかる？マイクスタンドってあれな、いろんなアタッチメントが合うねん。あんねん。なんか、わからんかな。なんか、ネジ穴から合う合わへんの。もう企画から違うみたいな、なんかいろいろあんのよ。で、たまたまそういろんなこう、人生経験が豊富で、なんか知らんけど、いろんなアタッチメントを持たざるを得なくなった人、持つこととなった人、持ちたいなと思った人が、そこにいてくれただけなのよ。で、たまたまその、あなたに合うアタッチメントはこれですねっていうんで、合わせて話をこう、いろいろね、こう波長を合わせてくれてたっていうのが、実情と思っといた方がいい。ほんまにぴったり合う人の可能性あるよ。あるけど、そこで過剰に期待して、もうこんな、もう他人とは思えない、グイグイみたいな、好きみたいなんで、もう、うわー言ったらもう、それはね、ほとんどの場合地獄が待ってるから。いるでしょ、なんていうのかな、もう、充電ケーブルのなんかこんなん持ってる人おるやん。困った時に助かるやつ。今ちょっとなんか充電器も、モバイルバッテリー持ってきたんですけど、この線の方忘れてっていう時に、それでしたらみたいな感じでこんなん出してくるやつおらへん。なんかこう、ライトニングマイクロ USB タイプ C とか、ね、PSP ゲームボーイアドバンス SP とかなんかいろいろこうバーッと出てるやつ、あれパッと差し出してくれる人っておるやん。用意のいい人がおるやん。そういう人やってたまたまって思わな、思っとくぐらいがいい。この厳しいけど、もう過剰に相手に期待して勝手に失望するとかっていうのはもう、ちょっともうこの辺でやめとこうっていうことは思うんだけど、一言で言うと、まあそうやな、まあやっていくしかないですね。うん。次の子。